今週も最高に楽しんでいきます。いただきます。朝はマルチビタミンだけ基本的には飲みます。3月30日今週一発目の練習行ってきます。ただいま。2匹買う。まさかそこで会えると思ったので。はい、仕事終わりました。今日は、筋トレも行かず、ケアも行ってるので、まっすぐ家に帰ります。ただいま。早く帰ってきたあるあるの、長風呂しちゃう対処法を見つけました。タイマーをセットする。おはようございます。今日も最高に楽しい一日にします。いただきます。3月31日今日も練習行ってきます。ただいま。ほい。はい、いい感じ。仕事行ってきます。仕事終わりました。今日はお昼に予防接種を受けたので運動もできなくて、ケアも接骨院が午前中で今日は閉まっちゃうので行けないのでおとなしく家に帰ります。ゲボ吐いたの。ただいま。いい感じなのかな。いきます。今日も最高に楽しい一日にします。完成です。いただきます。はい、今日は
練習が君寺なんで、いつもよりちょっと早めに家出てます。4月1日今日も練習行ってきます。さらよいしょ。ビビビビ。映ってねえよ。もう映ってねえ。練習終わりました。今からご飯食べて仕事向かいます。仕事行ってきます。はい、仕事終わりました。今日はこれからケアに行くんで、ご飯、夜ご飯までちょっと時間があるんで、完食でバナナ食べて行きます。ただいま、いただきます。タビを届きました。試合用の緑、黄色、あとは練習用の紺を買いました。最近多いと思うんですけど、サッカーソックスを切って5本指とか、タビのやつとか違う、靴下履いたりしてる人が最近は多いです。で、僕は5本指がすごく好きで、もう5本指履いてから5本指以外あんまり履きたくない人です。で、いろんな5本指試してきたんですけど、一番お気に入りは結局タビオがやっぱり一番お気に入りなんで、今年もこれを履いて頑張りたいと思います。ということで今日はもう寝ます。おやすみなさい。おはようございます。平日最終日、今日も最高に楽しい一日にします。いただきます。4月2日、今日も練習行ってきます。今から交代浴してきます。明日試合なんで、少しでもリフレッシュできるようにやっていきます。ただいま、はい
平日最後の仕事、行ってきます。仕事終わりました。今日仕事前に抗体浴がっつりして仕事行ったんですけど、もう仕事中めちゃめちゃ眠かったんで、もうやらない方がいいなと思いました。ということで今からケアに行きます。お前より早く入るぜ。やめてくれ。ただいま。はい、今週も1週間終わりました。今やっている資格の試験を6月中に、受けようと思います。いや、受けます。まあその前にもし、自信持って試験に受けれるなと思ったら5月に前倒しして、受けることも考えてます。ここで宣言をしてしっかり勉強と、向き合いに頑張ります。まあ、これも、自分の人生をより良くするために、やっていきたいと思います。サッカーは来週いよいよ開幕ということで、まあ、しっかり積み上げてきたものが、できるように一週間やっていきたいと思います。